えとよくあの技術でなければですね誰がこういう嘘を言ったっていうのがしょっちゅう言われるわけですが技術の嘘っていうのはやっぱり技術ですから、えー、技そのまま嘘がうとその誰が嘘ついたかっていうのはまたはっきりしないっていうこともありまして、えー、とここでは太陽光発電の嘘のつき方と それから被爆限度の嘘のつき方についてちょっと2回ほどやったんですが、まあ、今日はもっとちょっと角度のの違うう嘘嘘でですすすねね北極の氷ががが溶けけるるとと海水面が上昇するという、まあ、嘘があったわけです、ね、でこの温暖化の影響っていうのは紆、ま、余、あ、曲折しておりまして、まあ、私に言わせれば温暖化の影響っていうのがもともとあんまり大したことないのに、えー、でっち上げるもんですからこのいろいろ理由が変わっていく例えば 最初は北極の氷がえ溶けて海水面が上がるといい、<laughs> 海水面が上がってるからつばるが沈むといい。最近では、えー、温度が海水の温度が上がって、えー、膨張して海水面が上がると言ったりしております。えっ、ー、と海水面が膨張して海水面が上がるっていうのはですね、それは海水が一番深いところまで温暖化すれば別なんですけども、気温が上がれば別なんですけども。 水っつうのは比熱が非常に大きい、まあ、空気に対して比熱が3,000倍もあるんで、えー、気温が1度上がってもですね、えー、水の方は0 0 0 0 1一度ぐらいしか上がらないしたがって、えー、それもその全体が上がるわけじゃなくて本当の海水の面の面から1メートルぐらいか、まあ、せいぜい2メートルぐらいが少し温度が上がるだけですからそこがその、うん 気温が上がったからといってお水温が上がったからっつってあ全体に水温があの海水面が高くなるわけではなくてまあこれはすでに、えー、気温がこの百年間上がってると言われてるんですけども、えー、海水面は全然上昇してないっていうことからもわかると思いますね <laughs> それでところで今日の話題ですけれどもこれはちょっと違うわけですね北極の氷が北極海ですね北極の氷っていうと北極海ばかりじゃなくて シベリアの大地の氷もそうなんだんだんつってますけども、いずれにしても北極海が一番大きいんですね、えー。北極海の氷っていうのは、北極海っていうのは北極海ですから、海に浮かんでる氷ですね。海に浮かんでる氷っていうのは溶けても海水面は上がらないわけです。というのは、なんで氷が浮いているかとま言うとですね、氷が水よりも氷が軽いからですね。でどれだけ軽いのかっていうと。 ちょうど氷で、えーまあ、あの氷山の一角っていうぐらい、えー、海の上に、えー、顔を出してる氷っていうのは海の下の氷よりかはすごく少ないわけですねその分だけ、えー、膨張してるので軽い軽いから、えー、浮くと、まあ、こういうことになるわけですねでしたがって氷が溶けると海の下にある氷の体積に戻るので <laughs> 結局海水面は上がりも。 下がりもしないと、まあ、これは実はその,アルキメデスの原理によるものですよねですからまあ本当に物理学としては基礎中の基礎、まあ、小学校か中学校の1年生ぐらいで教えてるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういったもんですね。ですから最初朝日新聞が「北極海の氷が溶けて海水面が5メートルぐらい上がる」っつったのかなそういうそのフェイク記事を出したときに私はね 多くののの高等学校の先生中学校先先生生中もちろん大学の先生は気が付いたと思うんですよこれはおかしいとそうじゃなくて教えらられないですからねそれで変だなと思ってるうちに時が過ぎて僕がまあ最初に環境問題が嘘をなぜのまかり通るのかっていう本を書いたときに「まあ、北極海の氷が溶けて海水面が上がるそんな馬鹿らしいことありませんよと」と、まあ「アルキメデスで」と書いたわけですね。それからまあからなり 社会的には話題になってコップにギリギリに氷を入れてその氷が溶けるとあのコップから水が溢れるかとか実験もですねネットに出てきたりなんかしてですね私も公演の旅に聞かれたりしてその最初の頃はもう今誰も言いませんが最初の頃はですね「へえ」っつってみんなびっくりしたもんでな,なんですよね。それから都学会っていう、まあ、あの学会というか人の言ったことを批判するグループがいまして。 そのグループが悔し紛れに、えー「武田は北極海の氷が溶けると海水面が上がらない」と言ってるけど北極の氷っていうのはシベリアの氷もアラスカの氷も含むんだっつってんですけどまああのこれもですねちょっとよく考えなきゃいけないんですね。まず第一に程度問題っていうのがあってあのまあ温暖化が非常に進めば北,あの北極海のシベリアの氷とかアラスカの氷も少しは溶けるんですけども、まあ、氷が溶けるっていうのはですね えーと0零度以上にならないと解けないのでまああのアラスカとかシベリアの氷が大量に解けるってことは、まあ、当面は少なくともないんですね。まあ、ものすごく時間が経てばまた別なんですが当面は少なくともないということですね。でこの問題はですね実はここで取り上げたのは気が付いた高等学校の先生中学校の先生理科の先生ですねそれから大学の工学部とか理学部の先生がみんな気が付いたと思うんですけど。 まあどのくらいいるかっていうと技術者っていうのは日本でで万人いるんです、ね、でまあ技術者のうち、えーまあ、あ,のあまり勉強してない技術者もいるでしょうから、まあ、5人に1人が気が付いたとしてもですね50万人ぐらいの人たちが気が付いてるわけですよ。でまあ50万人ぐらいが気が付いて日本社会の50万人ぐらいが気が付いてあとの1億2,000万人が気が付いてないっていうそういうものなんですね。 これを NHK とか朝日新聞が報道するとですねみんながそう思っちゃうってことなんですよ。だからその,このそれで言えなくなっちゃうんですね。あの日本は報道の自由がないって言うけど本当になくてですねどう,しどういうふうな報道の自由がないかっていうとみんなで揃えようとするんですよ考えを。だから異論を言うとですね あいつはなんだと、まあ、私なんかもしょっちゅう言われてるんですが「えー、武田は異端児である」と「なんで異端児か」っつったら「科学的事実を言うからだと <laughs>」とそういうふうに言われちゃうわけですね。ですから日本では科学的事実を述べる勇気がある人がいないとも言えるし逆に言えば科科学学的事実をを述べるるとと知らないいい人がバッシングすす言ってもいいんですねだから結果的に報道の自由がないようなものになっちゃうわけですね。 ちょっと悲しいんじゃないかと僕思うんですけどね。それでじゃあ小学校の先生でも理科の得意な先生とかそういう先生はその時どう考えたかというと、まあ僕が講演した時にまあ六年生を担当されてる男性の先生が言ったんですが、NHK と違うことを言うと親から苦情が来るというわけですね。まあ昔はそんなことなかったでしょうね。学校の先生が言えば。 NHK が少なくとも信頼性があったと思うんですけど、えー、現在ではそうですねそれから教科書がですねまた教科書も例えば石油は30年でなくなるって書いてあるらしいんですよこの前、えー、小中学校の理科の先生が私に言いましたからねだからそういうような学問的な根拠に基づかないでまあ政治的っていうかですね本当に昔のロシアですね ええ、私が言う類仙湖事件と似たような科学的事実よりも、世間の、まあ一般的に井戸端で言われていることを優先するという非常に変な社会ですね。まあ、この北極の氷が溶けても海水面が上がらないという、あまりにも当たり前のこと。今で言えば、私はですね、タバコを吸ったら肺がんになるとか、副流煙を吸ったら病気になるっていうのも、僕、同じ類だと思ってるんですね。誰もがそう信じるんですね。 これはあのタバコの煙が臭かったりするからなんですねタバコの煙が臭いっていうのは全然構わないんですよタバコの煙は臭いんですねですからそれはそれでいいんですけどタバコの煙があ臭い、えー、ということ、まあ、そのことはですね全然タバコの煙が、えー、肺がんになるとかそれから副流煙が害になるっていうことと違うんですけども一旦それが 社会的常識になるとダメなんですねでこのタバコの場合はこの北極の交流がさらに難しくてあの2つ全く二つのデータがあるんですよ一つがタバコの煙を吸うと、えー、吸わない人よりも三倍ぐらい肺がんが多いというデータとですよそれからタバコを吸ってもタバコを吸わなくても肺がんの比率は同じだというデータがあるんですよね事実あるんですがこの二つのデータがあるときにその えー、NHK とか朝日新聞がどっちかを報じてしまうとみんながそれを信ずるようになるっていうわけですからこれは北極の氷とちょっとケースが少し違うんですけども、まあ、いずれにしても科学的事実が社会に通らない、えー、社会と、まあ、いうようなことが今の日本に言えるんじゃないかと思いますね。嘘のつき方にいろいろな嘘のつき方があるということが分かると思います。